はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。11時半を回りましたですね。10月の15日の土曜日でございました。今日はまったりしたいなと思います。まったりしたいんですけどね、足痛いからね、まったりした気分にいまいちなりにくいんですけどね。いやいやわ、ほんまにもう、さてもう嫌になってくるんですよ。もう嫌っていうか、めいってくるんですよ、足痛いとね、ほんまに。さて昨日ですね、148円で引けましたね。ドル円 148.738 です、私の見てるところは。ですね、財務官がですね、介入すんぞみたいなですね、口先介入をしてますけども、どうでしょうね。来月またですね、 FOMC、金利上げますから、これ150はもう規定路線ですね。160ぐらい行くんじゃないですか。下手したら年内行きますよ。160行ったら、まあさすがにね、150でもかなりきつい、今でもきついでしょう。160行ったらさすがに、もうこれあかんというようになってですね、黒田のおっさんをですね、解任する可能性あります。黒田のおっさんにね、利上げせえって言うてもするわけないんですよ。あんな意地っ張りのおっさん。日本はね、あのおっさん一匹の維持のためにですね、これだけ貧しくなったんですよ。ほんまにええー、加減にせえよと思うんですけど、日本人の資産がですね、3分の2に減ったと言ってもいいでしょうね。148円ですからね。まあしかしね、ほんまに100円ぐらいでね、ええんちゃうのと思いますよ。僕は80円でも90円でもいいと思いますけどね。148、もうすぐ150です。それで、黒田のおっさんは、黒田のおっさんの維持だけなんですよ、何度も言いますけども。9年半前にですね、物価上昇を2年以内に 2% 達成する、それまで金融緩和するって言って、それから9年半とうとうですね、ドル円が148です。日本だけです、主要国で金融緩和みたいなアホなことやってるのは。なんで金融緩和してるかっていうと、景気を良くするためなんですね。景気なんかもうとっくに回復してるんですよ。もうあのおっさんの2年目で十分回復しましたね。それでもですね、消費税を上げさせるためにですね、金融緩和を続けたわけですよ。消費税が結局ね、日本経済を弱らしてるというふうに私は思うんですけど、おっさんがですね、日銀総裁やった時に消費税 5% だったんですね。でそれを 8% にして 10% にするというのをですね、民主党の野田内閣の時にですね、野田さんと安倍さんで、自民党総裁になった安倍さんとで、協議して、その約束のもとに解散総選挙をやって安倍政権が誕生したわけですけど、景気が悪いんでね、安倍さんに渋ってたんですけど、黒田がですね、黒田松がツーとか言ってぶっ放してですね、私もう消費税増税を催促したわけですね。ほんでまあしゃあないからって言って 8% にして 10% にしたらですね、日本経済が沈んでですね、ちっとも物価なんか上がりやせん上がりやせんので、黒田のおっさんは自分が間違いをやらかしているということを認めたくないだけの理由でですね、ずっと金融緩和を続けてるわけですよ。で今でももっとやるとか言ってますからね、もっとやるってもうメニューないやんと思うんですけど、マイナス金利を深掘りするかみたいなアホな話があるんですけど、で、その間にですね、アメリカはですね、インフレ対策でですね、まあ最初、アメリカがまずやめてちょっと利上げして、ほんでまた下げて、コロナの前に下げて、ほんで今度また急激にインフレやって上げてるわけですね。2サイクルやってるんです、アメリカは。金融金融政策の変更をね、2サイクルは俺ですよ。黒田のおっさんはずっと同じまんまなんです。その金融緩和のせいでアメリカがどんどん利上げしてますんでね、ドル円がですね、当たり前ですけど、みんなそんなドルで運用するやん。どうでしょう、 6% とかって出てるやん、ここの表示に外貨預金 6% とかって、なんかみんなドル買うやん。それもあって、円が安くなって日本は貧しくなっているということで、電気代も上がってて、高い電気代は僕ら払わなあかんで、ヨーロッパに比べたらマシですけどね。もうアホなことをやってるわけですよ。でもう誰もがね、誰もがもうね、
あの黒田のおっさん、はよやめてほしいわけですよ。だから指折り数えて待ってるんですよ。来年の4月です。もう半年を切ったかなっていう感じですけど、その後、この後の半年でですね、半年弱で多分160円どころかもっといってしまうかもしれません。もう日本は大変なことになります。で、黒田のおっさんを説得して利上げせえと、まず無理な話なんです。そうしたら残された手としてはですね、黒田総裁を解任するという、解任権があるのはですね、岸田さんです。でも岸さんね、何も決めないね、何も決めない検討士の岸さんがですね、そんな大胆な政策をですね取れるわけがないんです。あのおっさんになんかね重大なこと決めろって無理なんですよ。あのおっさんにはね自信がないんですよ。で、人から物を聞くんですけども、聞いたところでね決断をするということができないタイプの人間なんですよ。決めることができないやつが今の日本の総理なんですね。だからこの半年間、岸田黒田というこの2人がですね、ずっと続いている限りにおいて、日本は怒涛の貧困国へとですね、貧困国への道を歩むわけですよ。知らんでよ、ほんまにもう知らんでってね言うてる場合ちゃうんですよ。私も日本人の一人ですからね。いやいや、ほんまにほんまに、あの黒田のおっさんにね誰も逆らえないんですよ。頭良すぎるんですね、あのおっさん。だから誰かがですね議論を挑んでもすぐに言い負かしてしまうわけですよ。しかしね、議論で勝つか勝たないかなってどうでもいい話なんですよ。私に比べたら、私に言わせたら、実際どうなるかっていうのはもうが一番、大事なものなんで、議論で俺はあれこんなん絶対円安にならへんとかっていう議論で買ってもね、実際円安になるでしょ。だから議論は関係ないんですよ。要は結果なんですよ。で、黒田のおっさんを解任して新しい日銀総裁にして、金利を上げればですね、多分あの円安は止まります。まあ 0.5 ぐらい上げればですね止まります。まあその代わり国内は不況になりますよ。あのほっといてもね、これから日本国内不況になりますから、あのもうそれやったらね、同じことやったら円安止めた方がいいに決まってるんですよ。日本って今そんなにね物を輸出してる国ちゃうんですよ。だから円安になってもね、まあ儲かってんだと、トヨタとか儲かりますよ。むちゃくちゃ儲かりますよ。でももうそういった一部の企業だけなんですよ。ソニーにしてもパナソニックにしても、物を作ってね国内で製造してそれを外国に売ってるなんていうことは、な昔に比べたらもう全然ないわけですよ。1割ぐらいちゃいますか、昔に比べたら。だから円安メリットというのはほとんどないんですね。日本ほとんどの日本人にとって円安メリットはないんですよ。あの名古屋とその周辺の人たちだけ名古屋のために日本を滅びることはないんですよ。なんで、もうとこれを止めるためにはですね、黒田のおっさんを解任で、まあ誰でもいいんですよ。あの、まあ、もうちょっとまともな政策をする人間を日銀総裁に据えてですね、即座にですね 0.5% ぐらいの利上げをすべきですね。 0.25 では今もう追いつかないんじゃないでしょうかね。あの 0.5 を上げるとね、これもサプライズなんですよ。もう世界中へのサプライズで、そうするとあかーんって円高に戻んでっつって、ダーッとですね10円や20円円高になると思いますよ。それでやっとですね止まる。まあその後はね、きちっとね金利を上げていかないとですね、あのまた円安に戻りますよ、 0.5 ぐらいだとね。まあ今自体はもうそこまで来ているというふうに私は思います。で、岸さんはですね黒田総裁を解任できるかどうかできませんね。だからずる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 とですね、来年の4月までですね我慢は続くというのは一番ありそうな話ですね。岸さんね、黒田氏解任してね、円安止めたらね、多分ね支持率がワーンと 10% ぐらい上がりますよ。多分ね、あの何もしないできない、考えられない、構想できないというのが国民にバレたから、あのおっさん支持率下がってるわけでしょう。いや黒田も黒田ちゃん、岸田もやるときやるやんというふうに思わせたらですね、一気に支持率は回復すると思いますけどね。ただそういうことがわからないですね。わからないしビビリですからできないわけですね。
あの国連ってしょうもない演説してるんやったらね、もう黒田ポチンって切ってね、あの利上げで利上げする総裁に変えればいいんですよ。はい、ということで、150円ぐらい、150円なんかもう規定路線160まで行くでと、やめるんやったらですね、それを止めるんやったら黒田切らなあかんでという話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。